はい、皆さんこんにちは。ユーシンセというユージャム初のシンセサイダー音源が発売になりました。発売日が遅れましたが、やはり想像通り面白いソフトウェアになっています。また、これの使い方のマニュアルというのを早速この動画の前にアップしてあります。概要欄に貼っておきますので、そこにはクイックマニュアルという僕が作った簡単なマニュアル、1枚で全てがわかるというようなマニュアルをつけていますので、概要欄からダウンロードして見てみてください。その第1番目の動画でもお話ししてるんですけれども、UJAM のシンセサイダーは今までとは全く異なったアプローチで開発されました。僕が一番注目しているのは、冒頭にも流しましたように、画面にありますように、いわゆる全音符の白玉のコードがある、こういうようなものを今までシンセサイダーに慣れていない人が、このような短く区切られたような音を作ろうとしたら、エンベロープをどう触るかとかですね、そこらの知識がとってもたくさんいって、なかなか思った音通りにはなりません。でも、このユーシンセは、そんな難しいことは考えることがなく、音色だけで言えば、この画面の真ん中にあります大きなノブ2つで、これは実現しています。左の方がダークブライト、右の方がファストスローという風になっています。これは名前の通りです。もう少し明るい音にしてみましょう。では次にはもう少し長い音にしてみましょう。はい。たったこれだけで、このように思った音色が作れるということです。それにもまして、僕が一番注目している機能というのが、この左のところにあるサプライズというボタンです。まずは、このようにシーケンサーという左側のブロックと、右側のフィニッシャーにもスイッチを入れて、3つのブロックがすべてでできるようにしておきます。そして、このサプライズというボタンを押すわけですけれども、このダイヤルで大きく変えたい場合は、右の方に回しておきます。すると、押すたんびにすごく変わったアプローチを提案してくれます。ちょっとやってみましょう。はい。仮に今最後に鳴らした音が気に入ったとします。そこから若干のバリエーションをつけたいと思ったときは、このダイヤルを小さめにセットしておきます。そしてやると微妙なバリエーションを作ってくれます。はい。このようにしまして、例えばシーケンサー、いわゆる音がアルペジオのように、音の鳴り方が
気に入ったというふうになれば、そこからはこのシーケンサーのサイコロボタンをこのように切っておくと、今後これを押してもシーケンサーブロックは変わらなくなります。ですから、あとは音色を探していくというような時に、このようにしてまたサプライズボタンを押していきます。もうちょっと音を大胆に変えてみましょう。このダイヤルをもう少し上げます。はい。僕が自分でイメージしているだけなので、皆さんには村長がどんな音を作りたいかはわからないわけですけれども、僕は自分の頭の中で作りたかった音にだんだん近づいてきました。そして、あとはフィニッシャーですけれども、フィニッシャーで音作りをいろいろ変えてみたいと思います。これは大胆に変えてみたいと思います。ですから、このシンセサイダー、音の基本になる部分はもう変えないようにチェックしました。じゃあこれでフィニッシャーをいろいろ試してみましょう。はい。こんな感じに、僕の頭にあるイメージには、とっても近づいてきました。そこからは、この中段にあるつまみを回して、微妙なところを変えていけばいいということになります。ちょっとやってみましょう。もうちょっと音を太くしたいので、この大きなダイヤルを少し回します。はい、こんな逆発想とでも言えるような、まずはサプライズ機能で、こんな風に変えていく試みは今までのシンセサイダーではできなかったのではないでしょうか。多分今後僕以外の DTM YouTuber の方々はこのシーケンサーはこのように使うんだよとかそういうような解説を多分いろんな方がされていくと思うんですけれども、僕は全く違うアプローチで今日は皆さんにお伝えしています。そして最後の方にはここにディレイのセクションがあります。そしてここにはアビエンスのセクションもあります。ちょっとその2つをいじってみましょう。このアビエンスの中には面白いカテゴリーもありまして、こんな
リバースというようなものもありますし、この上の方はどちらかというとリバーブ系です。ここらもちょっと試してみましょう。このような感じで、ちょっと今までのシンセサイダーにはないような音作りにも挑戦してみてください。そして今回先行予約で買った方は、多分このように3つの音色が入っています。2080、ユーフォリア、キャラメル、このような3つのパターンがありまして、このようにプリセットが設定されています。ちゃんとジャンル分けしてくれてあるので、鍵盤にいいようなもの、そしてリード系、パッド系、ちょっとここらを適当に変えて聞いていただきましょう。じゃあリード系を見てみましょう。それではキー、はい、プリセットも案外実用的な音も入ってるような気がします。他のジャンルも見てみましょう。このユーフォリアのパッド、これを見てみます。今度はキャラメル、はい。このように僕が聞いた限りは案外実用的なプリセットがセットされているのではないでしょうか。これらを自分で保存したり、こうやってユーダープリセットを今 AAAA としておきますが、ユーダーのプリセットを作ることもできます。次の機会にはここらの詳しいやり方も説明はしようとは思っていますが、説明がいらないかもわかりません。そしてこうやって気に入った音ができたら、これの本当のうまい使い方は、例えばこのようにプリセットを選んだ後はここで
あまり変わらないようにこのように変更しまして、音色とフィニッシャーぐらいにチェックを入れて、シーケンサーにはあまり触らずですね、ここから音を作っていくというのもいいのではないでしょうか。ちょっとそれをやってみます。はい、最後の仕上げやプリセットから持ってきたときは、このサプライズのスモールビッグを少し小さめにセットして、そこからバリエーションを作るというやり方もいいのではないでしょうか。今回シンセサイダーの解説をするにあたって、LFO やシーケンス、そしてアルペジエーター、そんな難しい言葉は何も使わずに説明ができました。ユーシンセはそんなシンセサイダーだと僕は思っています。高度なことをやりたい方はセラムとかそういうようなソフトもあるわけで、このソフトは本当に初心者の人が気軽にシンセサイダーを使っていける。それが一番の特徴だと僕は思っています。一度機会がありましたら、ユージャム、ユーシンセを試してみてください。そしてシンセサイダーが難しいと思っている方には唯一無二のシンセサイダーソフトだと思います。ご視聴ありがとうございました。村長でした。